こんにちは、ひろちゃんです。コメントで大根が徒長気味でひょろひょろしていますが、どのようにしたらいいでしょうかということですが、お天気が悪い日が続いたりして、日照不足であったり水分を与えすぎたりするとひょろひょろの苗になってしまいます。そんな時にはまずひょろひょろをちょっと止める意味合いで M リン PK を水で溶いて足元にかける、または P ホスターを溶いて葉っぱに葉面散布するということをすればいいんではないかと思います。 M リン PK や P ホスターはリン酸系ですのでブレーキ役になります。車でいうと車走る時にブレーキを踏むと止まりますよね。ひょろひょろ苗は日照不足でひょろひょろと細くなって伸びていきますので、そういう時にはブレーキをかけるという意味合いで M リン PK を薄めて、こういう場合はもう薄め薄めがいいです。濃いのをかけると一気に成長止めてしまいますので大変なことになります。これからぐんぐん太っていかんといかんという時にブレーキをかけて、かけすぎて止めてしまうと成長が止まってしまいますので、なるだけ薄め薄めの液をかけて様子を見る。そして別の方からは大根の本葉が出たばかりですが大きくなるのが遅いということなんですが、これはもう単に窒素不足だと思います。それでもきつい窒素分を与えると、車でも一緒なんですが急発進すると危ないです。大根であれ他のお野菜であれ、急激に窒素分を与えるということは野菜に負担をかけますので、いくら肥料が足りないからといっても、そういう危険はしないように、苗は弱いですので薄めのソイルサプリエキスをかけたりとかするのが一番いいのではないでしょうか。ちょっと追肥のタイミングはということですが、ひょろひょろが気になった時とか、本葉が出てもそれが成長が遅いとか、そういうちょっとおかしいなと感じた時に薄めの液肥をやるということを考えてみたらいかがでしょうか。ありがとうございました。2個。